今日は無線抵抗系シリーズです。なんとあのクライアントさんからご依頼をいただきました。あ、これでライトつくの、すごい。これなんだこれ。これめっちゃいいですね。これがすごい気になると思います。これはいいですね。100枚ぐらいにお渡ししてくれたんで。お疲れ様です。今日は無線抵抗系シリーズです。なんとあのクライアントさんからご依頼をいただきました。まあこの2個あるんですけど、ちょっとこっちは今置いといて、これが標準のものです。開けていきましょう。説明書なども入ってたと思うんですけど、絶縁抵抗系って僕も持ってるんですけど、皆さん想像するのとちょっと四角くてでかいやつ、アナログであったりデジタルであったりあるんですけど、それを想像されるんじゃないかなと思うんですけどね。本体とこのアース側ですね。あとはいろいろな用途に合わせてグローブがついております。ここで変えれます。これでいいかな。今日はですね、絶縁抵抗は何なのか、これは何ができるのか、まあ、いろんなことができるんですけども、僕はまあ電気屋歴かれこれ10年になったんですけども、まだまだね未熟なとこもあって、今日はね電気屋歴20年のあややんを連れてきたんで、先生お願いします。年齢はね僕の1個やね。1個ですね。1個しか変わらんけど、電気業界で言ったら10年の先輩なんで、ちょっと今日ね力貸してほしいと思いまして、はい、絶縁抵抗系なんですけども、はい、まずはこれあれもできるんですよ。電圧測定、テスターにもなるんですね、はい、ちょっとじゃあテスターの、はい、まあ、簡単な使い方とやり方をやってほしいです。はい、今これは絶縁測定で 125V レンジってやつですね。だからこれで測定を押すと 125V の電圧を回路にかけて絶縁抵抗値を測るモードになってますね。切り替えを押すと電圧が変えれるんですね。はい、あれ行きたいですね。これで電圧測りましょう。 100V。 これで電圧いつも通り、はい、これに挿してもらって、こっちをワニ口じゃなくて、それやね、こういう状態ですね。普通の状態ですね、はい。じゃあこれで測っていきます。あ、これでライトつくの、すごい。ライトもつくんですよ。オートつくんですね。今 103.4V、 5V ですね。これね、はい、いいなと思うのはそれペン型やから。そうですね、ちょっとあやのテスター借りようかな。例えばこういうカード型のテスターであれば皆さんもつると思うんですけど、これだったらね、なんとかこう片手でいけるんですけど、こういう分電盤とかだったら、こうやって両手でこうやって当たってこうやって見るみたいな、煩わしいですよね。持ちにくい、危ないですね、うん、でこうやって置けたりするとこがあればいいんですけど、奥にしてもこう届かないとか、ほんならちょっと誰か持っといてみたいな、ね、相番つけたりやるんですけど、うん、この辺もう一回やってみましょうか。このペン型だったら当てってっていう感じなんで、自分で見ながらもう持って当てるだけなんで、両手で何の苦もなくできますよね。で見れると、見れますね。今 207.8 かな、これ動力やから 200V ですね。あやや先生にね、もう一個すごいことがあるんですよ。何があるんですか。まだまだペン型良かったでしょ。そうですね、もう両手でこうできるから、はい、でもちょっと見てたら、はい、こう横になったり、本体が、はい、こっちから覗き込まなあかんとか、あ、まあ、まっすぐですからね、しゃあないんですけど、はい、さらに解決するものがあるんです。何ですか。これなんだこれ。これあの L 型グローブと言いまして、まあ、ちょっとこれは別売りになってしまうんですけど、オプションでそれ真前にした状態で多分いけると思うんですよね。こういう状態かな。これでこういけるわけですね。そう、これめっちゃいいですね。見やすいでしょ。見やすいし、現場によっちゃあれですもんね、この測ってる状態写真撮らなあかんかったりしますもんね、はい、数字を。これやったらめちゃくちゃ見やすいから、数字も撮りやすいし、いいですね。ちょっと感動したでしょ。そうですね、これ初めてのパターンですよ、はい、まだね驚くべきところありまして。まだあるんですか。例えばなんですけど、今あややんは一人でやってるじゃないですか、はい、でも管理者さんの立ち会いとか、うん、設計士の立ち会いとか、はい、そういう竣工検査とかってあるでしょ。ありますね。でここにちっちゃい版で3人でこう覗き込んでみたいな、うーん、やってるのってあるし、やりますね。ちょっと危ないとか、あんまり近づきたくないですね、っていう時にね、 Bluetooth でこうやって反映されるんですよ、はい、ちょっとやってくれます。電圧だから今 206.7V ぐらいですかね。そうですね、今 206.5 から7行ったり来たり。本体でも見れるし、例えばね職人があそこで測って、ここでまあお客さん立ち会いで、はい、次の回路お願いします、207.7 とこういう感じで見ると、これ Bluetooth やから多分そこそこいけると思うんですよ。ちょっと遠くまで行ってみますか。まあ今ね 15m ぐらいかな、離れたんですけど見れてるんで、めちゃくちゃ狭い部屋で一人しか入られへんかったら
電話しながらね、次当ててとかね、やったらこういう利用方法もあります。先生、次はね DC 測れた時もありますよね、うん、ありますね。これ電圧しか書いてないから交流しか測られへんのかなっていう感じがするんですけど、うん、はい、これあの自動切り替えとなってます。勝手に切り替わるんですか。そうなんですよ。だからちょっと測ってみてください。おっと、12.6 でマイナス表示も出るはずなんですよ。あ、マイナス 12.7 ですね。でこれで直流のプラマイも見れるということです。どっちがプラスかマイナスかね。逆に DC って出るんですね、直流で。はい、ってことなんで交流から直流までどっちも測れます。じゃあ今からね、メインのと言いますか、これは絶縁抵抗計なんで絶縁抵抗を測っていきたいと思います。絶縁抵抗とは何のためにやるものなんでしょうか。回路最後竣工の時とかチェックするんですけど、電線が散らくって言って地面と接地してないかどうかとか、あとはまあ線管黒と白同士当てて散落してないかとか、回路チェックの項目ですね。まあ、あれですね、 100m ぐらい配線したものの 70m 時点で電線が破れてたりとか、特に配管の中入れる際作業とかやったらちょっと無理して入れたりするとやっぱり皮膚が破れて短絡してるとかいうこともあったりとかするので、必ずチェックしてくださいっていうことになってますね。じゃあチェックしてみてください。はい、これを長押しして絶縁の 125V に今切り替えました。今から測ってくんですけど、今これブレーカー全部入ってるんで電圧乗ってる状態なわけなんですけど、この状態では基本測れないんですけど、さっき説明書の限りはそれをしてしまった時にこいつが教えてくれるそうなので、やってみますか。それもやってみましょう。絶縁測定なので片方こっちはこの、まあ、色で緑色になってるんですけど、これを必ずあの設置アースにつなぐ必要があります。でここの配電盤だとこれが今アースなので、これに回り口を挟みます。ブレーカー入ってますね。こっちが虹側かな。そうです、はい、なので今入ってる状態、電圧が乗ってる状態で当ててみます。はい、この状態だとブザーが鳴って、あと電圧が表示されるんで回路が生きてるっていうのが、まあここのメーターで出てくるようになってますね。 L 型の方がやりやすいですかね。あ、 L 型の方が見やすそうですね。 L 型しましょうか。これ本当便利ですね、この L 型は。こういうことですね。この状態では絶縁測定できないので、必ず測定する回路は無電化、無電圧の状態にしないといけないんで、ブレーカーはオフでいきます。で、まあね、やってはいけないけど万が一やってしまっても安心というか。そうですね、はい、必ずやってしまうまし、まあこのブレーカー側で測定するのもあるんですけど、機器側で測定するときに切れてない可能性もあるんで、この表示が出てくれるのは非常にありがたいですね。これ1回通って書いてあるんで、これちょっと切ります。今ブレーカーオフですね。ちょっとこの配電盤だと分かりにくいんですけど、必ず1次側2次側ってあるんですけど、2次側が基本切れるんですけど、このテスターだったら今当てれば、あ、これ反応ないんでこっちが2次側だな、こっち反応あるんでこっち1次側だなっていう判断もできるんで、そういう意味でもこの機能は便利だと思います。じゃあ2次側測りますね。当てて測定を押すと、押してる間に電圧かかりますんで、その間に測れますね。まあ、どんどん電圧かけていくんで、抵抗値上がっていくんですけど、42メガオームぐらいなので、で、DC が100オーム以上なので、全然問題ない状態ですね。これで白層も問題なしです。機器側つながってても大丈夫です。その場合は機器含めての絶縁抵抗の測定になるので、機器にも不具合がないっていうか、散落してないっていうのが、これで確認できるんで。こっちが正解なんですか。機器につなげる前か、引き付けてからか。新築の場合は線路単体で測定を言われることが多いんで、機器つなぐ前ですね。それが終わってから機器込みでもう測ってほしいって言われた場合は、まあ接続してから測るっていうのもあるんで、ケースバイケースですね。じゃあ線管測定をお願いします。はい、じゃあ線管はこの鰐口じゃダメなんで。線管測定とは、線管はこれで言うとこの青線と白線、ちょっと交流では違うんですけど、直流で言うとこのプラスマイナスがつながってないかどうかっていうのを測定するんですけども、こっち、ああそっか、向こうがつながってるからか。こっちやな。この状態で黒白でいきます。はい、今200メガって出ましたけど、この測定器の最大表示が200メガなので、これでインフィニティなんで無限大なので、この黒と白はつながってないということがこれでわかります。要するにあれですよね、配線をピスで打ってしまったとかよくあるじゃないですか。そうですね、それとかまあ何かで挟んでしまってるとか、はい、そういうのを調べるに線管測定やります。日本の線がビスが打ち込まれたことによって接触してしまってると、はい、それを気づかずにブレーカーを入れるとバチンっていう音とともにブレーカーが落ちるというのが起きてしまいますね。それを防ぐために線管測定は必ずやります。
次に面白い機能がありまして、このね50、125、250、500ってあるんですけど、うんうん、まあまあ電気屋さんによったらその制御線とか弱電っていうんですかね、はい、うん、50、125とかを引火したら潰れちゃうよと、 24V とかで動かしてるのとかありますもんね、はい、125とかを入れたくないと、はい、ベテランの人だったらこう間違えることもないかもしれないけど、うん、疲れてて間違えたり経験浅い子に引火して間違えて500引火しちゃったりとか、はい、起こり得ますよね。そうですね。それを防ぐ方法がありまして、はい、ちょっと設定ボタンっていうのを押してみてください。この歯車マークですかね。そうですね。これを押すと例えばこう式1、うん、これ変えれるんですよ、自分の好きな数字に。ああ、なるほど、はい、でここです、ここ、これ例えば明日の現場では50しか投影したくないと、はい、なら、消していってもらっていいですか。50以外を、はい、なので50を残すパターンですね。設置抵抗 もういらんかなっていう時は設置抵抗も消しちゃいましょうか。明日測りません、はいはい、なら本体に反映してください。これで反映、はい、反映されました。ほんならね、今まで切り替えたら125とかできてたんですけど、もう50しかいけません。あ、押しても切り替わらないんですね。そうなんですよ。で長押しで電圧、設置抵抗もこれでもう測れません。あー、電圧ともう絶縁抵抗だけになったんですね、これで、はい、へー、これがすごい機能だと思います。これはいいです ね、ヒューマンエラー防げますもん ね。そうなんですよ、うん、どうしても起こり得ることなんで。そうですね。じゃあこれでね、ある程度紹介させてもらったんですけど、最後に設置抵抗、はい、測れるってことなんで、はい、お願いします。はい、じゃあ最後設置抵抗測定機能、これを使ってみたいと思います。普通設置抵抗測定するには設置極っていうのを打ち込んで測るんですけども、このテスターでは単層の中性線、これがちょっとトランス側とかであの B 種取ってるんですけど、その B 種の設置と建物用の D 種ですねの設置抵抗を簡易的に抵抗値測定できるっていう機能なので使ってみたいと思います。一次側の白層に当てて測定を押します。そうすると 42.5 ohmっていう値が出てきました。なのでこの抵抗設置線は 42.5 ohmの抵抗値がある設置抵抗ということになります。これが簡易設置抵抗機能ということらしいです。実際に測るやつよりはまた抵抗値違うんでしょうけど、設置抵抗を測らないといけなくても建物が出来上がってきて、まあ一般家庭だったら設置極売ってませんし、設置極売って測ろうにも道路アスファルトとかで打てないんで、そういう時にまあどうしても測らないといけない時はこういう機能もあるんで、これも使える機能だと思います。この強烈さんの新商品はすごいちっちゃくなったんで、こういう形で入れてね、持ち運びがすごい便利なんですけども、はい、現場でね5階4階3階とかいろんなフロアがあったり、いろいろこまこま回らなあかん時に腰道具もつけてると思うんですけど、これだったら例えば僕らが必ずと言っても過言ではないついているこのペンドラ用のフック、ちょうどですねこんな簡易に入れることができます。まあもちろんね腰袋には余裕で入ります。あとはダストカップに入れたりね、今までねよくある四角い絶縁抵抗計、あれだったらこうねここからぶら下げたりとか、そうです ね、ちょっとこう腰袋に入れるにはしんどいかなっていうね感じだったんで、持ち運びが便利です。軽いし楽にならない。強烈さんの絶縁抵抗計のご紹介でした。僕らではちょっと説明しきれていないところも多々あったと思いますので、この後かな強烈さんが作った動画をそのままこの続きで流すので、詳しい説明などそちらに書かれていますので、そちらで詳細ね使用時間とか、まあ、そういうスペック的なもの見てくれたらいいのかなと思います。で僕の動画ではちょっと物足りない分からなかったよっていう人は強烈さんの YouTube やホームページ、 Facebook などリンク貼っときますので、そちらで見てください。でちなみにちょっと説明し忘れたんですけど、結構僕ら30代は Bluetooth っていうのはもう簡単というかわかるんですけど、50代60代世代、僕の父親とかですかね、60、70近くになるんですけど、もう Bluetooth っていう言葉を聞くだけで、あもうややこしい買えへんっていうね人多くないですかね。多分今見られてる職人さんでちょっとご年配の方心当たりある人いるんじゃないでしょうか。結構ね、Bluetooth がもう嫌やっていうことで売れにくいって強烈さんも言ってたというか、そこをね、改善するために電源を入れただけで Bluetooth 勝手に繋がってたと思うんですよ。なので、その Bluetooth の設定もいらないんで、そこはすごいね、本当に誰でもスマホさえ持ってたらいけるんで便利になってると思います。ここにね、大きいのとちっちゃいのありますけど、このちっちゃいのは標準セットです。この大きいのは L 型ブローブを購入したら、まあ別で、これも別売りになるんですけどね。その辺の商品価格などは載せておきます。でね、これ
っこいいでかい箱なんで、ちょっとこういう感じでジップロックで入れてくれてるんですけど、ちっちゃいプラケースとかホームセンターに売ってるんで、そういうので中でね小分けしてもいいんかなと思います。ちょっと話変わるんですけど、強力さんにステッカーとか僕らの仲間も欲しいと思うんでちょうだいって言ったら100枚ぐらいに渡してくれたんで、ちょっとこれを皆さんにプレゼントとして送りたいとこなんですけど、ちょっと僕の発想が大変なんで、強力さんファンの方うちの事務所に来てくれましたら渡すんで、何枚かずつまあ末永くうちの会社にこれ置いときますんで、弊社にも貼らせてもらいますし、僕のステッカーめっちゃ欲しいわーって人はうちにね遊びに来るついでに持って帰ってください。あとはこれね、強力さんのボールペン、さっきあややんが使ってたですね、タッチペンになってるやつ、これもね何本かもらったんですけど、こちらね僕らの電気屋 YouTuber のいつも協力してくれるみんなで渡してなくなったんですけども、あの運良ければ展示会とかでもらえることもあるみたいなんで、どうしても欲しい方は展示会の営業マンの方に言ってみてください。まあその時あるかわかんないんですけど、まあステッカーももしかしたらその時あるかもしれないし、今まで強力さんに興味がなかったというか、あまり関わりがなかった人でもステッカー欲しいなみたいな感じで展示会とかで YouTuber の動画見たよみたいな感じで言ってくれたら、僕も強力さんも嬉しい限りなんで遊びに行ってください。ってことで今日はね、あややんと一緒にやらせてもらって、あややんもインスタ頑張ってます。また貼っときます。ってことで本日は終わりにしようと思います。ちょっと長くなりましたけど、ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。